株式会社上鉄は、北海道札幌市白石区東札幌に本社を置き、バス事業や不動産事業等を行う企業。旧社名は、上山系鉄道株式会社で、かつて、上山系鉄道線を運営していたが、1969年11月1日に、廃止されている。1957年に、東京急行電鉄の参加となり、以降は、 北海道における東急グループの中核企業である。上鉄自身も北門バス、厚間、バス、宗谷バス等の株式を保有していたが、東急によるグループ再編の一環で整理が行われた。すべて北海道に所在。路線バス車両は2017年3月31日現在で183台、保有。旧来から運行する国道230号。 石山通川添経由の上山経線などのほか2003年4月1日に、札幌市交通局からもいは営業所を譲り受けし、平木市、まこま地区を中心とした市内路線を運行する。これにより、札幌市南部地域のバス路線の大半を上鉄が担当することとなった。旧来からの路線と、旧札幌市営バスが重複していた。 札幌駅すすきの南6条西11丁目、南38条西11丁目間は、旧札幌市営バスのみが停車する、停留所が設定されており、完全移乗後もそのまま踏襲される。2014年4月1日よりこの区間を走行する、旧来からの路線の系統番号に、快速が付された2021年12月1日より、三住団地停留所付近に、 バス回転場を新設。札幌駅、マコマ駅方面行きの回転場始発便のみ、場内の、富士の西通車庫停留場を使用する。2021年12月1日現在。萌岩営業所担当は萌岩、その他は川沿い営業所担当。札幌駅川沿い5条2丁目間。 札幌駅すすきの南6条西11丁目、南21条西11丁目、北海学園大学工学部南38条西11丁目、萌岩高校川沿い5条2丁目、豊滝定山系車庫間、豊滝八県山登山口、小金湯大金京定山系湯の町定山系、大橋定山系車庫共通経路。 2020年12月1日より低山系地区にて全便急暇経由となる。豊平京温泉線は2005年4月1日に豊橋環状線と定山系線を統合し新設。札幌駅定山系車庫前、豊滝など他の系統は定山系線となる。富士の4条11丁目経由は豊滝系統のみ設定。 2014年4月1日より、豊滝系統に設定されていた、旧三住通行山へ経由を廃止。同年12月1日より朝に1本のみ、設定されていた快速8、札幌駅石山中央石山ロックを廃止。富士の4条11丁目経由は2006年12月1日より、富士の4条5丁目止まりを富士の4条11丁目まで延長。 2014年4月1日より一部を除き豊滝まで延長。カッパライナー号2011年12月1日より低山系温泉カッパライナー号として運行開始。ススキの引く白糸の滝間は小金湯のみ停車、定山系車庫前から豊平京温泉間は無停車で運行する。予約制で札幌駅ススキの間 白糸の滝と平京温泉館のみの利用はできない。小金湯と平京温泉館は運行開始当初は、区間利用不可で2014年4月1日より、上行とも可能となっていたが、白糸の滝と平京温泉館にて2020年12月1日より、再度区間利用不可となった。 予約不要で小金輸すすきの間を無停車で運行する、乗山傾斜後発札幌駅行の7、系統特急便が、土休日に2本運行されていたが、2014年4月1日ダイヤ改正以降は、設定されていない。2000年4月1日に、札幌市営バスから譲り受け。2013年4月1日に、放水すすきの駅すすきの高石山系統を廃止。同時に、 モイは高校発着便を新設。南54マコマナイ本町札幌駅西11丁目駅、マコマナイ本町間、西11丁目駅中央区役所南6条西11丁目、南11条西11丁目、南21条西11丁目、北海学園大学工学部南警察署、マコマナイ本町共通経路。 南温広明ターミナル系統は2012年4月1日より、マコマナイ駅発着系統新設、系統番号を南74から変更。2013年4月1日より南温の西11丁目駅、マコマナイ本町マコマナイ駅南町4丁目系統を、南54の南町4丁目発着便に、統合支配し、2014年8月18日より、 南沢発の実験運行を開始。西11丁目駅川沿い一条1丁目間、無停車。貸切バスタイプの車両で運行され、特別料金200円が別途必要となる。南沢港の帰宅便を追加するなど、2016年4月1日現在も運行を継続している。2014年4月1日より、札幌駅。 すすきの石山2条8丁目、15等公園、富士の3条11丁目で実験運行を開始した、富士の系統は、同年8月1日より、ミスマイ団地始発への延伸と停車停留所の追加が行われたが、2015年11月30日の運行をもって廃止されている。南56、放水すすきの駅平岸市1条2丁目と4開く。 役所前系統は2012年4月1日廃止。関96は1998年4月1日新設。東海大学萌岩高校まこまない駅の南96区間便あり。川沿いお出かけバスの愛称がある。2004年9月1日より試験運行を開始し、2006年4月1日より正式運行を開始した。 途中、川沿い一条一丁目行は乗車のみ、もいは高校発は校舎のみ。2000年4月1日に、それまで並行して運行されていた札幌市営バス、南93低山系線を譲り受け。2014年4月1日に、石山ロック系統に設定されていた石山二条八丁目経由を廃止。 富士の4条11丁目系統は2006年12月1日より、富士の4条5丁目から路線延長。2003年4月1日の札幌市営バスモイは、営業所譲り受け時に、南93富士の線は12富士の線として、川添営業所担当で運行されていたが、2010年12月1日に、富士の4条11丁目系統に振り返る形で、 廃止されている。富士ノルの愛称がある。2016年2月1日から試験運行として、月曜、木曜に運行。富士の3条4丁目到着後は便により打ち切り、または循環運行継続で、富士の3条2丁目園に向かう。富士の2条6丁目富士の2条8丁目間は、フリー乗降性。季節運行路線、大規模イベント開催時に運行される。 シャトルバス。冬季運行。北海道中央バスと共同運行であるが、経路と停車停留所が一部異なる。冬季運行。札幌東屋湖線比のセレガ GD 運行中路線の一部系統廃止については、路線バスの路線説明を参照。札幌市営バスへ移乗した路線1972年5月1日に、 札幌市交通局へ移乗した旧路線は、その後の路線改変に伴い経路変更、部分廃止が行われ、路線自体は残っていたものもあったが、廃止された路線もあり、運行系統としてはほとんど残っていなかった。2000年4月1日並びに2003年4月1日に、札幌市交通局より譲り受けした路線はいずれも、 旧市営バスの運行系統であり、旧停鉄バスの運行系統が戻ってきたわけではない。2019年10月1日現在、札幌市内では、都心での渋滞解消や回遊性向上等を目的に、指定区間で現金支払いに限り運賃を100円と、する、都心内100円バスを行う。札幌市が主体の実証実験から各事業者主体となって、 本導入。2020年5月1日より上鉄の札幌駅すすきの間のみ継続、その他区間は通常運賃に戻された。札幌市交通局との連絡運輸が設定されており、割引額は80円で、バス利用方向にかかわらず、札幌市内全区間で適用となる。乗り継ぎ指定駅、停留所は、地下鉄駅名とバス停留所名が、 同一箇所のほか札幌駅、大通駅、すすきの駅、放水すすきの駅となる。2009年10月1日現在では、バス分が20円、地下鉄分が60円の内訳であったが、バス事業者は、札幌市に対し、利用者減少や燃料飛行等を理由に、バス分の割引解消を申し入れた。検討の結果、利用者側の割引額はそのままで、 バス分の割引を解消し、全額地下鉄分とすることで継続している。地下鉄との乗り継ぎ定期乗車券は、札幌市交通局のみで発売するほか、地下鉄乗り継ぎ、バス単独にかかわらず、札幌市交通局発売分の定期乗車券は、JR、北海道バス及び、北海道中央バスとの共通乗車区間が、9、 札幌市営バス路線の重複区間で設定される。詳細は各記事を参照。以下の時期カード乗車券は順次使用終了となった。貸切バス車両は7台保有。事業は通常は札幌運輸支局管内での発着が認められているが、貸切バス事業者安全性評価認定制度による有料事業者に限定した営業区域の弾力的な運用により、 北海道全域となっている。1972年の経営改善以前は、いすず自動車、日野自動車、三菱不走民生デーゼルの4社から、その後の1970年代から1980年代は、日野、日産ディーゼル、1990年代は、日野、不走製の2メーカーから導入してきたが、近年は、再び4メーカーを、 並行して導入している。前述の経営改善の際、札幌市交通局へ前、中扉のワンマン使用路線車を大量に上と、経年のバス窓の前扉車と中扉のみの通満マン路線車を廃車した。それ以降は、北海道内のバス事業者では珍しく、路線車に前後扉の車両のみを導入してきたが、1998年後期以降は、 全中比の車両を主に導入している。長距離路線で、勾配も多く、混雑が激しいことから11メートル級の長弱、高出力、エンジンエアサス車を多く導入している。2000年と2003年の札幌市営バスからの路線以上に伴い、元札幌市営バスの車両を譲り受けした。 市営バスからの譲渡車はすでに1995年までと1998年と1999年の車両はすべて廃車となり、以降の車両も新車や東急バスなど本州の事業者からの中古車との入れ替えで順次廃車されている。このほか三菱不走エアロスターのカタログ設定にないホイールベース6メートルのワンステップ車が在籍している。 乗山系鉄道に関するカテゴリー、ありがとうございます。